はい、こんにちは。まやチャンネル前原です。で、今日はこちらですね。うん、スナックワールドのジャラステカードガードのボックスがいただきました。はい、じゃあ早速開けていきましょう。うん。わ。はい、こんな風に入ってました。結構長いね。うん、そうだね。20パックあるんだって。うん。ラインナップは全10種類なんだって。うん、で、プチレアがね、6種類あって、うん、レアが3種類のグレートレア1種類しかないんだよね。わお。うん。で、プチレアは全部ね、レベル1。わで、レアがレベル10。うん。グレートレアがレベル20なんで、これはかなりきついね。そうだね。20狙いたいね。これ、宝くじもついてるんだって。そう、宝くじがついてるんで、まあ、どっちかっていうと宝くじ狙いかな。そうだね。じゃあアソート確認っていう感じで一つ目から開けていきましょうか。はいはい、じゃあまずはい、はい、レベル1のスコーピオンで、ガムはあ、こういう黄色いガムだね。本当だ。はい、こんな感じのカードでした。厚紙だね、うん、そうだね。で、キラもかなり少なめですね。はい、うん、で、ドリームジャイアント宝くじもちゃんとついてるね。うん、で、期限は7月1日からなんで、もう使えるね、これはね。うん、はい、じゃあ2枚目いきますね。はい、よいしょ。2枚目はレアだね。ベビーナイト。レベル10が出た。いいやつが出た。うん。3パック目。よいしょ。プチレアのケサランパサラ。はい。レベル1。レベル1。4パック目はプチレアのベビーナイトだね。うん、レベル1。5パック目。レアのスコーピオン。お、レア？レベルは10。うん。あ、うん、はい、6パック目。はい。ジョニー骨川だね。レベル10。レア。これもレアだね。うん。7パック目。プチレアのスライム。レベル1。はい、8パック目、ね、はい、プチリアのベビーナイトレベル1です。はい、9パック目、プチリアのスライム。はい、はい、10パック目、ね、プチリアのデスくんだね。おレベル1。うん、10パック目、プチリアのジョニー骨川。はい、では12パック目、ね、あっ、おー出たね。グレートレアのゴーレム、うん、レベル20出ました。よかった。出た。13パック目、プチリアのジョニー骨川。14パック目、プチレアのスライムだね、はい、レベル1。うん、15パック目、プチレアのケサランパサラ。はい、16パック目、はい、グレートレアのゴーレム。もう1枚出た。はい、17パック目、プチレアのデスくん。はい、18パック目、レアのベビーナイトレベル10。はい、19パック目、レアのスコーピオン。はい、はい、最後の20パック目、プチレアのスコーピオンレベル1、はい、以上でした。うん、はい、では今回出たカード見ていきましょう。はい、ボックスの一番前からだね。うん、まずはスコーピオンだね。これはプチレアです。レベル1ですね。うん、続いてベビーナイトレベル10だね。これレアです。うん、続いてケサランパサランのレベル1ですね。うん、プチレアです。はい、続いてベビーナイトレベル1だね。これもプチレア。はい、続いてレアのスコーピオン。うん、これレベル10だね。うん、続いてレアのジョニー骨川。ジョニー骨川。これもレベル10。はい、続いてプチレアのスライムだね。うん、レベル1。プチレアのベビーナイトレベル1。はい、プチレアのスライムレベル1。はい、次にプチレアのデスくんレベル1。はい、次にジョニー骨川のレベル1。これもプチレア。うん、そしてグレートレアのゴーレム。はい、これレベル20だね。うん、これいきなりジャラステでかなり使えるやつですね。よかったね、出て。プチレアのジョニー骨川レベル1。またまたプチレアのスライムレベル1。スライム。プチレアのケサランパサランレベル1。ケサランパサラン。そしてグレートレアのゴーレムレベル20。これ2枚目ですね。うん、はい、デスくんプチレアだね。うん、レベル1。続いてレアのベビーナイトレベル10。はい、レアのスコーピオンレベル10。10だ10。最後にプチレアの方のスコーピオンレベル1でした。はい、ということでプチレアが13枚、おレアが5枚、グレートレアが2枚だね。うん、はい、ということで、ボックス買いしたところ、コンプできました。はい、うん、まあ、お試しでちら買ってみたんで、うん、気になってちょっとコンプしたい方はぜひボックス買いしてみてください。はい、グレートレア狙いとか、うん、レア狙いだったら普通に今の順番のね、気になったところをこうピックアップしてもいいかもしれないですね。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、これからグッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。うん、そしてチャンネル登録もよろしくね。よろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。